車椅子ソフトボールチーム八王子レクスタリティの江頭です。お願いします。お願いします。はい、乗っ取り企画第2弾ということで、本日は前回の動画の終盤で、まあ、映画君にここ直してほしいところあるんだよねということがあったのでまあすごいちょっと上からになってしまう、一応先輩なんで上からになってしまうんですけど、僕結構コントロール悪いじゃないですか、はい、こうまだフォームがちゃんと固まってないので、まあ、抜けるボールが多かったりだとか、その時に、まあ、例えば右バッターだったら、はい、外角左バッターボックスの方にこう例えばボールが逃げちゃったとした時に、あんまり音があまり音が逸れてるんでね、これは僕の投げることもちょっと悪いんですけど、はい、やっぱりね、投げててボールでもいい音になるとクソ、まあ、っていう気持ちもなるし、そこは結構自分自身気にしてるところではあって、際どいボールはやっぱり取りには行くんですけど、うん、その他のボール結構流しちゃうんですよ、はいはい、なのでそこって多分僕も今ピッチャーやってるんですけど、あんまり気持ちよくないのは確かに気持ちよくないなとまあですよね、はい、なんかそこでちょうどいい練習があるって聞いたんで、はい、それやりますか。そうですね、実践しながら説明っていう感じがします、ね、はい、体も動かせるような練習にはなってるので、わかりました。まあ、皆さんもやってもらいたいなと思います。はい、それではやっていきます。はい、それではやっていこうと思うんですけれども、左足を動かせるようにしておいてください。前は、まあ、こうやって膝ついて使ったんですけども、今回はこういう練習で、で、まあそれは開いてても股関節を動かす練習になるので、取りに行くときに手だけで行かないで、こうやって体で行けるように練習にはなるので、前回の動画のように取るときに一緒に練習はできるので、素手でやって大丈夫です。グローブもいらないでボールだけで行けるんですね。はい、なるべく腰の位置を変えずに取っていくとめちゃくちゃ辛いんですよ。そこもキャッチャーの基礎の構えの練習にもなりますし、でいざこうやって構えてきた時にこうやって横に動く感覚が出てくるので、ボール取る時に体だけでいくと結局やっぱり負けちゃう、思いっきり伸ばさないと取れない位置ではあるので、こっちもこっちも、でそうするとやっぱ止まらなかったりっていうのがあるので、まず体を構える時に動かす練習をやっていこうかなと。まあ、基本的にキャッチャーやっててこうやって右足を動かすことってないんですけれども、体のイメージ、はい、それではまずちょっと適当にこの辺に膝あたり振ってもらってもいいですか。さっきと同じワンマン。はい、はい、分かりました。こうこうです。基本的にはなるべく体の正面で取るんだって、このまんま行っちゃうと、まあ今普通にワンマンできたとして伸びきっちゃってるんですよ。以前の動画でお伝えした伸びるとグローブが落ちやすいっていうのがあって、基本的には体を入れるというのが今回の練習になります。そうするとサイドにこう動くので、はい、足が動きやすいようにしとけば基本キャッチャー練習としてできるってことですか。そうですね、なんでまああの膝こうやって膝ついてるときに若干ここに、まあ、構えのタイミングで余裕を持たせておいて、でこっちだったらこっち、こっちだったら膝を曲げると前に、ああなるほど、こっち側に、そこに体を合わせてボールの動きと連動させるようなイメージ。そうですね、はい、でこの時も取りに行くんじゃなくて待つ、こうです。こうすると普通に取ると伸びきってるところが、まあ、こうやって体入れてるのでちゃんと肘が曲がるよ、落ちづらいよっていうのがあって、その位置との距離を詰めるような練習をやっていきます。こうです。で本来はこっちのボールってこう取った方がいいんですよ。かなりの手首の柔らかさ必要なので、そういうのも今で練習になるのかなと。ちょっとこっちに投げてもらいます。こうです。まああくまでこれ練習なので、まあ、試合で思いっきりこうやってバチコンと体入れるかって言ったらこういう風に、まあ、僕は結構やるんですけれども、ただまああまり多くはないと思うんですよ、その決めに行く時とかっていうので、あくまで練習でしっかりと正面で取るようなイメージを体に植え付けてもらえばなという練習になります。今みたいに体寄せて形は良かったんですけどちゃんと取れてないっていうのも、そこもしっかりと前回の動画のようにしっかりと取るっていうところも意識してやっていきましょう。実際試合なんか難しいですよね。そうですね、翔平さんの方が早いですもんね。はい、僕はできるだけ意識としては体の正面で取りたいんですよ。やっぱ体の正面で取るって安心するじゃないですか。ちょっとまあ横で取るよりかはもちろんこう取った方が
バシンと止まってかっこいいかもしれないんですけども、そこを体を持っていくことによってこの角度も、僕のイメージなんですけども角度も変わるので、まあ、綺麗に止まるし外側からこういう風にも入ってきやすいですしっていうのもあるので、僕は、まあ、試合の時もできるだけ正面で取るようなイメージでやってます。ラスト、はい、はい、いかがでしたでしょうか。ピッチャーとしてはどうですか。いや、もし、まあ、あれが実際、まあ、18.44 の長さで、はい、多分さっきも言った通りあんまりその速い球になっちゃうとやっぱり真正面では取れないと思うんですよ。はい、でもこう意識しとくとやっぱりこっちに行った時は体ちょっと入れるようなイメージってすると、うん、多分音も鳴りやすくなるんじゃないかなとは思いました。はい、僕もそこは試合中できるだけ手でいかないようにとか、まあ、これ伸びちゃうなと思う時はやっぱ体寄せて少しでも肘曲げようかなっていう意識を持ちながらやってるので、まあ、あくまで意識を持つための練習ではあります。はい、これ延長で言うとボディーストップですかね。よく高校野球とかでやりますもんね、まあまあまあ、ボディーストップの練習。はい、商売になったら、まあ、以前の動画でも出したようなボディーストップの体の動きにも似てますし、これ結構そして辛いんですよ。あ、そうなんですか。股関節周りも結構動かしながらやってるので、もうそれは緊張してください。まあまあまあ、あとストレッチも結構このストレッチにもなるので僕はいいかなとは、股関節も広がるのでっていう練習法になります。あとは食トレさせて太らせる。はい、食べます。はい、本日の動画以上になります。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.